スキーボードは短いため操作性に長けるスキーボードはアルペンスキーに用いるスキー板の一つ。日本国内では主にファンスキーやショートスキーといった故障が広く使われる。スノーブレードと呼ばれることもあり、これはサロモンの商標である。スキーボードは一般に長さ100センチメートル未満の板を指す。バックで滑ることもできるように前後ともに板が反り返っている。 ツインチップ形状であることが多い。臨規格では1 0 0トル以下のスキー板には開放機能は必要ではないとされているため、国内でも固定式簡易ビンディングでよく販売されている。多くの場合、専用ビンディングが付随している。専用ビンディングはブーツが板に固定されるものであり、一定以上の力が加わるとスキー板が自動的に外れる開放機能がない。 そのため、緩斜面などでの、ちょっとした転倒でも、人体を痛めたり骨折してしまうなど、大怪我につながる、可能性もある。ストックを用いて滑走するスタイルが、一般的なアルペンスキーに対し、スキーボードはストックを持たないスタイルで滑走する。操作性に長け、価格も手頃である。その自由度の高さからスピンをはじめ、様々なトリックに挑戦できる。グランドトリックは、 その名の通りグランドで行うトリックの総称である。基本的には、キッカーなどのパークにあるアイテムを使わずに、通常のゲレンデを滑走時に行うトリックのジャンル。キッカーやエア台、テーブルなどを使いジャンプして空中で行うトリック。グラブ板等を手で掴むこと。エアトリックやスピンなどと組み合わせるとスタイリッシュ。スピン空中で回転すること。ありがとうございます。